1分で学ぶ中国王朝東晋。東晋は317年、成晋が龍淵の勧善懲によって滅ぼされた後に、成晋の皇族であった司馬懿によって江南に建てられた王朝。東晋は南方の建康に都を置き、北方の五胡十六国に対抗したが、政治的にも安定せず苦しんだ。399年の後鳥羽道の指導者、孫恩の乱を契機に、勸玄は首都に入城して政敵を排除すると安定を廃して自ら皇帝に即位し、国号を蘇甘祖とした。その後、勸玄を破った劉裕は安定を復位させて東晋を再興した。420年、劉裕は京帝から禅譲を受けて南朝宋が開かれ、東晋は滅亡した。東晋は王羲之のような書家も活躍した。